その霊気爆発。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。前回これ死ぬ、あ、いけない、穴から無事弔いの穴がクリアしたんで、ちょっと落ちる日の方をやっていきたいと思います。お久しぶりの、多分こっち側行かないといけないんじゃないかな。まあやっていきましょう。ファストトラベルできない。マジか。はい、出れないし。ここからどうやって下に降りる。うん、これなら楽しそう。これか。絶対途中ぶつかってると思うんだ。すっげえなー、これね、筋力が持てばありかもしれないけど、絶対いいや。ジェットコースターみたいなもんだもんな。またやってもいいかも。上まで簡単に戻れるなら。確かにね。さあ飛ぼう。さあ落ちる日。ここ壊れるのかな。そういうことではないかな。それとも王様のことなのか。クレイムに伝令を送って知らせておきました。エルサの葬儀に必要なものがあれば何でも申し出るがいい。葬儀は落ち着いてからやります。アーロイ。ああ、エルサのことかな。よく戻った。これからどうすれば。希望を持った瞬間奪い去られるなどあまりにむごい。エルサのことを思うならデルバールを探しましょう。太陽が煙で曇りゆくと言ってたそうです。アロイ、手がかりのことを。手紙だ。大量のブレイズをここの倉庫に送ると書いてあった。ただデルバール宛てじゃなかった。宛先はエールンド・フォージマン。この名に心当たりはあるか。聞いたことが。そうだ、大家ですよ。オセラムが都の建物を買い占めていて、その名前があった。確か、そう、メサの端にある寺院の近くです。商店でしたが、倉庫にも使えるでしょう。あの男が偽名を使って手に入れたなら、まだそこにいるかも。招集をかける。そこで会おう。待ちなさい。オセラム族はデルバールを誰より憎んでる。彼を得るためなら何でもするはず。生け捕りだと？交渉の材料にするってのか。冗談だろ。我らの安全は和平の維持にかかっているのだ。デルバールは可能な限り生きて捕らえよ。これは命令だ。アロイ、少し話せるか。エレンドは私にエルサの最後について詳しくは語らない。気持ちは理解できる。だがこのままだと頭の中で想像が膨らむばかりだ。エルサは苦しんだのか。はあ、今話すべきじゃん。お前の真意、お前の真意ってなんかあれだけど、あなたを気にかけていた。エルサは自分の苦しみではなく、弟とお前のことを何よりも気にしていた。礼を言おう。彼女も私を気にかけていたのだと知りたかった。デルバールをここに連れてきてくれ。罪の報いを受けさせる。いやー、エルサは死んだからね。なんか本当こうやって言うと自分が死んだみたいになるから嫌なんだけど。さあ倉庫の近くに来たけど、巨大だ。すげえ。今更だけど初めて見たわ。
あー、なんか行けそうな感じだね。よし、ここだな。デルバールいるか？お前に届け物だ。奴からの贈り物か。爆弾か？ちっちゃいな。殺すには十分。そうか、黙るよ。上にあるじゃん。爆弾だな。よくできてる。触れると起爆する。ブレイズ、上の階にある何かから漏れてる。その量だったらね。ブレイズだらけか。下の爆弾が爆発したらデルバールの思う壺になる。都が炎に包まれて太陽が煙で曇りゆく。きっと止める方法があるはず。押せないし。止め針は木製。あ、もろそうだ。そこですか。押すのを手伝え。了解。力仕事はうってつけ。それで都を救うんだよ。ブレイズが落ちたら逃げるんだ。一階の仕掛けがこれで爆発するだろうからな。俺たち死ぬのか。多分な。ほら押して。やったぞ。ザ・マーミのデルバール、メリディアンは健在だ。いや、まだだ。アバードに拝ませると言ってただろう。まさか宮殿に忍び込むってのか。衛兵がいるんだぞ。念のために戻っておけ。私は残る。デルバールの仲間が手がかりを残しているかも。わかった、任せろ。宮殿にいたらぶっ殺す。いやー、いそうだよね。で、靴跡、ブレイズが混じっているな。むしろ助けた側なんだけどね。さあ、追っかけよう。どこに向かってる？どうした？爆発の音なんて解放以来だ。あんたに優雅さや美について話したいことがあるんだ。メサから煙が上がっているわよ。誰が閉めてきたの？跡が中に続いてる。ここもデルバールの隠れ家か。一瞬オーリーの家かと思ったけど。下っぽいね。ここで起爆装置を組み立てたのか。壁にトンネルが。ああ、逃げたか。宮殿への侵入路を見つけた。あ、じゃあ、デルバール、やばいね。あ、ちょ落ちます。はい、さよなら。あ、じゃあ単純にさっき引っかかれなかっただけなんだ。あー、ちょっと待っと。ほいほい。
あ、降りるの正解だったんだね。いや、分かりづらいね。これは探すの大変やわ。お、いいのかい。いきなりいるのはちょっと勘弁願いたい。んで、はい、上だね。さあ、ポーチがいっぱい。これ昼間だったらまだ見やすいんだろうね。絵がマジで分からん。おやおや、アバード、こびへつらった凶暴の出来損ないが、凶暴を殺すチャンスはお前に奪われたが、お前の命で我慢してやる。お前と一緒に燃え盛るカージャどもを見るのはさぞかし楽しい余興になりそうだ。メリディアンにお別れを言うんだな。灰と不臭に包まれ、そしてあえぐがいいさ。おかしいぞ。まさか何も聞こえなかったぞ。メサの教会で煙が上がってるぞ。バカな、炎の嵐はどこだ。あんなストーブ程度の煙じゃなく、このさ、耳のやつどういう風にできてんだろうね。この超音波だけ聞こえないようになってるってことでしょ。ちょいちょい、空きがない。あれ、全然壊れないんですけど。だよね。あ、やっと出た三角破壊。やめてくれそれ。マジでそういうのやめてくれ。なんだ。俺の隠れ家を漁ったのはお前だったか。爆弾も解除した。なるほどな。まあ、爆弾などなくても玉座に血しぶきを浴びせてやる。まずはお前、次にアバードだ。やばそうなの持ってきたね。いきなり。なぜアバードはいつも女にばかり戦わせるんだ。そんなことは知りません。お前ごとき、ハヤブサどもやラベジャーと比べれば雑魚に過ぎんな。意外と避けるね。おしまいにするぞ。俺は忙しいんだ。おしまいにするぞ。俺は忙しいんだ。これで終わりではないぞ。オセラム族の腕利き職人はいつだって
次の手を用意しているのさ。操れんのか。しかもヘッドショットで一発だったぞあいつ。ピー、実に素晴らしい。3人がグリントホークよ。落ちろ。気に入ってもらえるという。まだまだ勝てるな。いればわざわざ俺が手を下す必要もない。はい、一個もらって、はい、で気に入ってもらえるといいが、まだまだ来るからな。当たったところでな、引っかかるんだよね。実に素晴らしい。残忍なグリントホークよ。取らせてもらって。機械がいればわざわざ俺が手を下す必要もない。あと行った。動いてるのがなかなかね。はい、オッケー。あ、ちょっとずれちゃった。その霊気爆発きついね。はあ、大変。さあ、グリントホーク倒したけど、エルサがお前を殺すところも見たかったが、俺がやるのも悪くない。やってみろ。怖くないぞ。だがどうせお前のことだ。しくじるだろうさ。ならお前を鎖でつないでメインスプリングに連れ戻してやろうか。クレイムの一族はお前の死を望んでる。喉から手が出るほどにな。痛めつけ方もよく知ってる。他の者に手を下させるとはお前らしいな。
黙れ。お前の運命は三王が決める。成長したねまあ頭に一発与えてたけどね足が掛けれた。さあエレンド。アロイ、エルサのことなんだが、あいつならデルバールをやる。その場で、そのためにあの夜奴に会いに行ったんだ。でも俺に大人になれって正直言われた時は傷ついたが、真面目に考えてる。つまりしたいことより正しいことを優先しろだろ私に聞くのか。お前年上じゃないか。でも年上らしくない。デルバールの時も買いかぶるなよ。未だにあいつの首を絞めてやりたくなるんだ。でもそうはしない。お前はいい体調だ。やめろって、泣かせる気か。これからどうする。ヴァンガード隊長殿はこれからどうするつもりなんだ。とりあえずクレイムに戻ろうと思う。身内に連絡を入れたらちゃんとエルサを埋葬する。あいつのスタイルでな。世間話より酒飲みながらってことさ。デルバール、オセラム族はデルバールをどうするつもりだ。しばらくは話し合いが続くだろうな。まあ結果がどうあれ時間はかかる。俺は構わん。地下の独房にいるあいつの怯える顔を見に行くのもいいかもな。んじゃこれで最後だね。さよなら。分かってる、行くんだろう。殺し屋を追い機械を手なずける。朝飯前だな。実はお前に会った時、俺は偏僻なところから来た美少女の前で大物気取りだったけど、今はお前に会えて俺はラッキーだったと思ってる。世界を救うのもいいが、俺のことを忘れるなよ。お前のためなら喜んで時間を作るよ。そうか、嬉しいね。そう、まあ最後本当隊長さんらしくなったね。見張っているか。最後の王のところに警護する。めっちゃ外行かせるね。デルバールと話せるんだ。デルバールちょっと話してみるか、せっかくだし。敵の言い分もね。お、いた。からかいに来たのか。俺は見ての通り忙しい。ああそうか、自慢したいんだろ。ほら何か言ってみろ。はあ、檻にいるやつに聞きたいことがあるとはな。額のそのゴミで天才にでもなったつもりか。そいつなしじゃ俺の爆弾を解除できなかっただろう。おしまいだ。どうかな、この程度へでもないね。メインスプリングにいる間抜けどもが言い争ってる間にとっとと脱出してやるさ。見てるがいい。ここから出たらお前の寝床にサンダー城をお見舞いしてやるから。正直野蛮人にしてやられて頭に来てるんだよ。野良族は日本の棒切れと剣を使うので精一杯だろ。もっと他にやることないのか。ランスホーンを倒すと、お前の多分そんな思ってるんだろう。その程度すぐに作れる。昼寝しながらね。あれだよね、なかなかこう情報は出ない感じだね。感心すると思ったか。
昼飯をよこせば気に留めてやるよ。お前は靴に入った釘だ、わかるか。ったく、本当にイラつくせ、ムカつくやつだ。消えてくれ。いつの日かお前のその髪の毛を引きちぎるためだけに機械を作ってやるぜ。まったくいい加減にしてくれよ。頼むから俺のことはほっといてくれ。もうこんなもんかな。あ、とうとう会話ができなくなった。じゃあ王様のところ戻ろう。アーロイ、この感謝の気持ちは到底言葉では言い尽くせないほどだ。私を救い、メリディアンを救ってくれた。お前のおかげでこうして正義が下された。真実を知った今、エルサを弔える。お前なしではどうなっていたことか想像もしたくない。メリディアンに残るつもりはないのか。残る選択はないよね。お前とエルサ、お前とエルサは、その見てわかる通り、私は彼女を思っていた。助言者というだけでなく支えだった。だが一緒にはなれぬ。メリディアンでのカージャとオセラムの関係が不安定のままではな。三王とオセラムの戦士が結ばれれば都の反乱につながってしまうだろう。一族との戦いにも。誰か知ってたのか。一人だけ、デルバールだ。エルサに拒絶されたことで、おそらく嫉妬心が憎しみに変わってしまったのだろう。恋がたきでもあるんだ。あいつひねくれてんな。じゃあデルバールについて聞こう。これからデルバールはどうなるんだ。しばらく太陽の広場にある地下の独房に入れておくことにした。ああそこね、はいはい。彼の身柄をメインスプリングへ引き渡した後のことは想像したくもない。私の父上は苦痛を与えることに長けていた。だがオセラムのやり方は父上をも上回る。実に惜しい。デルバールは才能がある。父上の過ちがなければこうはならなかっただろう。まあ機械化にしては長けてたもんね。ノラを攻撃したのはエクリプスというシャドウカージャの一派だった。古代の武器を掘り出してる奴らはメリディアンを攻撃するつもりだ。そうか、マーラッドから聞いたこととよく似ているな。シャドウカージャの派閥、各地に散らばるマガツキたち、奴らはいつ攻撃をしてくる。まだわからない。それでは備えておこう。何かわかれば知らせてくれ。あれ、もう終わり？本気だぞ。話があるのか。都に残る。なぜ都に残ってほしいんだ。その答えは明白であろう。どういうことだ。まず何より第一、都が炎に包まれるのを防いだ。お前は強くて利口で、それに腕もいい。お前がそばにいれば心強いのだがな。代わりになどなれないって。ああそういうことで、エリサを利用したようにって。まあそういうことだよね、自分の道がある。ありがたい話だが、でもお互い心の整理ができてないだろう。少なくとも今は探し求めているものをまだ見つけてはいない。きっと遠くに行くことになるだろう。ああ、もちろん邪魔をするつもりは。しっかりしてるな、エルサと同じく。アーロイ、いつでも戻ってくるといい。この出会いが夜明けであることを願っている。おい、さよなら。分かっている。お前は心変わりが早すぎるわ。マジで。そしたらサイレンスに指示された場所に行くと。呪われし闇、一応クエストクリアだからね。
これでミンが一つに絞られた。もうエレンドの手伝いはもうないだろうね。どっち、いや手数まず増やそう。でダブル、サードやね、トリプルショットをゲットする流れでいこうか。ちなみになんか、47か41、操作性は特にだよね。意外とダメージコイル振るのもありかもしれないね。あ、操作性で意外と攻撃力上がってるからな。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ、18は完結ですね。いやー、王様あれだな、心もとないな、ちょっとな。まあまあこれで、メインもね、アーレイの方に、一気に進めることができるかな。話自体はね、不審に迫れるといいんだけどな、次回はね。ということで、動画を見ている方はここまで、ライブ配信を見ている方は引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。